ばんは。7月4日金曜日、大学 .tv ユーストリームチャンネル、 MC は明治学院大学3年斉藤和樹と成城大学2年上田真理子がお送りいたします。本日は女子大ユーストリームオープンキャンパスをお送りいたします。番組前半では大学生活について、後半では受験勉強とサークル活動についてお聞きしたいと思います。それでは本日のゲストの紹介をしたいと思います。東京女子大学現代教養学部国際社会学科国際関係専攻2年、古川美咲さん。日本女子大学人間社会学部教育学科2年、片岡希林さん。清泉女子大学文学部スペイン語スペイン文学科4年、池田恵理子さん。大妻女子大学社会情報学部社会情報学科情報デザイン専攻2年、河野佐穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲストの皆さんへの質問やメッセージがある方はぜひ気軽にコメントしてください。コメントする際はユーストリーム右側にあるソーシャルストリームというところにチェックインしていただいて、そこからコメントをお願いします。またはハッシュタグ大学 TV を半角で入力していただければ大丈夫です。放送終了予定時刻はだいたい21時50分頃を予定しています。最後まで皆さんお付き合いください。それではゲストの皆さんに自己紹介をお願いいたします。では古川さん、お願いします。はい、東京女子大学現代教養学部国際社会学科国際関係専攻2年の古川美咲です。今日は東京女子大の魅力をたくさん伝えられたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では次に片岡さん、はい、お願いします。日本女子大学人間社会学部教育学科2年の片岡希林です。今日はこういう場があって日本女子大について伝えられるように頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。では池田さん、はい、お願いします。清泉女子大学文学部スペイン語スペイン文学科の池田恵理子と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では河野さん、お願いします。大妻女子大学情報学部部情報学科情報デザイン専攻2年の河野佐穂です。今日は女子大のそれぞれの女子大の違いについてお話しできたらいいなと思います。お願いします。お願いします。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速ですね、それでは学生生活について伺っていきたいと思います。まずは皆さんの学部学科の特徴や雰囲気についてお聞きしたいと思います。皆さんは大学が違い、それぞれ違うんですが、自分の学科ならではの授業や女子大に特化している学科、授業などあれば。じゃあ池田さん、ちょっと早速、はい、そうですね、私は文学部なんですけども、こう1、2年生の頃は文学部というよりはこうスペイン語の文法を会話作文っていう、もう文なんか外国語学部みたいな授業が多くありまして、で3年生になってからやっと文学部らしいこう歴史でしたり、で歴史とかあとはラテンアメリカの小説を和訳してそこから文化を学ぶような授業が増えてくる感じです。それはスペイン語でやるんですか？そうですね、スペイン語の先生もいらっしゃいますし、日本人の先生もたくさんいらっしゃるので、こう授業によってですね。じゃあスペイン語を話せたりとか？そこまでは少し、スペイン語ってもうわけがわからないイメージが。わかんないですね。英語だとまだ近いかなっていうのがありますもんね。なんかまだ親しみがギリギリあるかなぐらいですもんね。そうですね。なるほど。じゃあ河野さん、いかがですか？私の大学は主にパソコンとかそういう実習の授業が多いんですけど、なんかパソコン好きな人には本当にすごい、パソコン好きな人には好きではない、なんかちょっと苦手かな、苦手なんですけど好きな人にはすごいいい学部だと思います、ね。結構近代チックですね、もうパソコン使うって。そうですね、プログラミングとかもやってて今ちょっとすごい手こずってます。そういうの興味ある人にはすごいうってつけですよね。はい、なるほど。じゃあ古川さん。は
はい、私国際関係専攻なんですけれども、まずその最近の世界情勢とか、まあ、例えば日本と他国の関係だったり、そういったことを学ぶ授業もありますし、あとそういったその今の国際情勢に至っている、まあ、その根底には例えば文化人類学だったり、そういった結構昔の時代の、まあ、勉強も必要だということで、1年生の時は文化人類学だったり、あと比較文化論とかいうその文化の違いについてたくさん学んでたんですけれども、まあ、今年に入ってからは国際法だったり、あと国際関係論っていう、まあ、その戦争の時期の話を勉強するみたいなやつとかがあったりして、結構難しいんですけど、まあ、ニュースとかで出てきた話とかも授業で扱われたりするので、結構面白い感じになってます。結構お話を聞くとすごい難しい、難しい、結構難しいんですよ。文化とかになってくると全然違いますもんね。でもニュースとかだとちょっと身近な感じになるんですかね。そうですね、はい。なんかもうレベルの高いところで勉強してそうな感じでちょっとついていけない。全然そんなことはないです。なるほど。じゃあ加藤香さん、はい、私が今いるのは教育学科なんですけど、やっぱり先生になりたい人が多くって、でそういう人のために3年生になったら教育実習っていうのは行くんですけど、私の日本女子大では1年とか2年生のうちにインターンシップ制度っていうのがあって、その幼稚園の免許取りたい人は幼稚園に実際に行って、その先生のどうやってお仕事をしてるかっていうのを観察させてもらうっていう授業があって、初めの頃からあるんですね。じゃあそうなんです、1年の後期から。じゃあ実際に行って見学して仕事を見て感じる。はい、はい、そういう感じですね。じゃあ実習の前に何か学んだりとかするんですか。そうですね、実習の前にそうやって現場に行って、その何ですかね、何だろう、授業とかでは違う理論ではない、なんか実践だったり、そういうのを学べるのがいいところだと思います。すごい実践的で、なんかそういうのを目指している人にはすごいいいですね。はい、お話に聞いたんですけど、なんか手遊びとかの授業があるって聞いたんですけど、その詳しく聞いてもいいですか。そうですね、手遊びだったり、実際に幼稚園で行われているこの童謡の教育だったりとか、そういうのを幼稚園の先生になった時にできるように、そうやって授業の中で大学の教室内でみんなでやる感じ。はい、はい、全員でやる感じで、その目の前にいる大学生の自分と同年代の人たちを幼稚園児に見立てて、実際に教えるような感じで、ここでできたりはちょっとできない。手遊びとかお歌とかですね。歌とかですね。なんか幼稚園の先生だとピアノが弾けるイメージがあるんですけど、ピアノの練習とかもしてたりするんですか。はい、あの今年に入ってやっているピアノの授業では歌いながら童謡を弾くっていうのをやっていて、初心者の方ってそんなに簡単にできるものじゃないですよね。そうですね、やっぱり 2,3 人ずつに分かれていて、それで少人数なのでレベル別に、そう弾ける人はいきなりやるし、弾けない人は本当にドレミを覚えるところから多分やっていると。片岡さん元からやって。あ、はい、私は3歳ぐらいから結構しっかりやってます。じゃあもう余裕ですね。もう同様なんて余裕よみたいな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。では自分の大学のここが好きというポイントがあれば教えてください。じゃあ古川さんからお願いします。はい、私の大学 の本館と呼ばれる、まあ、門を入ってすぐ見える白い建物があるんですけれども、そこはよくドラマや映画のロケ地として使用されていることが結構あって。すごいですね、はい、例えばどんな。そうですね、最近だとパラダイスキスで、はい、あの北川景子さんの高校の校舎になっていたのがそのうちの大学の校舎だったりしまして、私はその本館が好きです。すごいストレートな感じの思いで。現場で使えたところで授業をするっていうこともあったりするんですか。そうですね、あの1年生の時に受けていた授業の教室で一つだけその教室だった場所があって、
え、ここってもしかして昨日パラダイスキスで見たあの教室みたいな感動がすごいですね、はい、あったりしました。いいですね、それは、はい、なんかそこでなんかその再現をやってみたりとかいうでもそれが女子大っていう、あ、そうですね、そうなんです、向井おさんがいないのでちょっとできなかった。ちょっとイケメンな女の子にやってもらったりとか、あ、やってもらえばよかったですね、はい、今更の効果になっちゃいます、はい、なるほど。じゃあ片岡さんお願いします。そうですね、私は特にそういうドラマのロケとかはないんですけど、この食堂のカフェテリアがすごくソファーがいい感じのなんか綺麗でふかふかのソファーがいっぱいあって、それでなんかご飯食べるとき以外でもこうなんか落ち着いてリラックスできて、それがいいなと。ソファーがあるのいいですね。私の大学硬いソファーはあるんですけど、硬い灰色のソファーならあるんですけど、そんなふわふわ落ち着けるみたいなソファーないですね。私もソファーはないですソファーがたくさんあるっていうのも結構なんかそれはそれですごいイメージ的におしゃれですけど、なんかまったり時間が流れてそうですごいいいな、うらやましい池田さんお願いします、はい、私は旧島津公爵邸っていうあの東京都の有形文化財に指定されたものがありまして、でそこはあの私たちもお教室として授業でも使ったりしていまして、それであとはそのお庭があるんですけど、そこのお庭のバックにその島津邸が見えるので、春とかは桜の下で島津邸をバックにしてみんなでお弁当を食べたりっていうのが、ね、優雅すぎて家になりすぎておーみたいな感じですね。いや、いいですね。なんかすごい女子大生って感じのイメージです。なんか四季折々ですごいいろいろ楽しめる感じがあります。そうですね、紅葉とかも綺麗。あ、紅葉も綺麗なので、すごい上品な感じなイメージですね。ありがとうございます。じゃあ今野さんお願いします。はい、私の大学はカラキラってとこにあって、ちょっと緑が多いとこなんですけど、それもあって雰囲気とかもすごい穏やかで、先生との距離とかも女子大だとやっぱ少人数の授業とかも多いし、距離も近くてなんかみんな仲良くアットホームな感じでやってるところが私は好きですね。そんなに人数いないんですか？はい、とクラス単位の授業もあるんですけど、それだと40人いるかいないかとか、少ないですね。ゼミとかになってくるともっと減ったりもするみたいです。それだったら確かに先生との距離だいぶ近くなりますよね。女子大は皆さんそういう感じなんですか？皆さん少人数の授業が近いです。なんか200人と入る授業とかっていうのはない？あんまり見たことない。大講堂の授業とかになるとなんかあるんですけど、それも週に1回あるか。週に1回とか、それは世界が違う。世界が違う。普通大学っていうのは大講堂とかで200人で一気にバッて受けるイメージが、少人数は本当に英語とか、そうですよね、語学系だけとかっていうイメージがあるイメージですね。じゃなんかずっと気を張ってなきゃいけなくないですか？なんか近い、逆にずっとちゃんとメモしたくないっていうのは大きい授業が、大きい教室の授業が私たち多いので、もうなんか何してても気抜いてますよね。まあ、今言えるかどうかわからないこれ以上ちょっともう、そうですね、口を滑らすことはできない。まあ、ちゃんとした生活を送ってますけどね。ちゃんとした生活を送ってますよ。じゃあもう、それこそ女の子たちばっかりだから、教授ももう可愛くて可愛くて仕方ないっていう感じなんですね。距離はどんな感じなのか、近い感じなのか。割とお父さんみたいな。お父さん？なんか年代的にもお父さんぐらいの人が多くて、やっぱりなんかこっちもお父さんみたいだなって思うし、向こうも多分娘と同い年ぐらいって言ってくれて、すごいですね。割とそうですね。もう僕はもうダンスの、ね、女子大のイメージ全くないんで、もうどんなイメージかも全くつかないんで、なんかでも聞く限りすごいアットホームで、そうですね、過ごしやすそうですね。なんかすごいお上品で優雅なイメージしかもう今ないです。すごい異次元の世界にいるのかなぐらいな。ありがとうございます。ありがとうございます。では次に学内でのおすすめスポットなどあればちょっとお伺いしたいんですが、じゃあ先に古川さんからありますか？はい、学内のおすすめスポットはジムです。ジム？あの運動する運動するジムです。
はい、実際に使ってますか？そうですね、1年生の頃は割と体力もあって元気だったので元気だった早くないです、今2年生で1年前の話1年前はなんかあすごいジムある、使おうみたいな。あ、確かに運動大事ですよね。それでなんかランニングマシーンとかの上で走ったり、あれ結構憧れですよね。なんかやってみたくて、やってみたくて私今運動してるっていう感じがありますよね。そうそうそう、それでやったり、あとなんかくびれを作る機械、こんなのがあるんですか？専門的な機械なんですか？あのターンテーブルみたいな、あの回る丸い乗るステージみたいなのがあって、くるくるがある。そうです、ここでこう自分を支えてくるくる、そんな機会があるみたいな。ちょっと女子大ならではなんじゃないですか。そうですね、驚愕の。ちょっとくびれを作るマシーンはない結構男臭いものしかないですね逆にそれ男の人がいらしたらって確かにそうですね。いや、もしかしたらいるかもしれないですよ、それは。他にどうなんですか？あ、器具ですか？はい、なんかこう普通にこう男の方とかも使えそうな、あの背筋鍛えるやつとか。背筋、こういうこういうやつ、ね、そうです。あと重量上げ、重量上げ、それやる人いるんですか？女子大ですよね。結構いかついの方とかは筋肉つけるためにやってる方もいらっしゃるんですけれども、はい、最近はちょっとご無沙汰。最近はちょっとマッサージチェアとか。あー、ケアの。マッサージチェアあるじゃん。そっちも大事ですね。随分ランニングマシンからマッサージチェア、随分なんか。え、マッサージチェアも学校にあるんですか？はい、1台だけそのやつ作られて。すごいですね。で、そこにちょっと疲れたら行って、あー今日も気持ちいいわみたいな。そういう感じ。2年生でよろしいですよ。2年生です。大丈夫ですよ。そうそうです、あの社会人とかに言わせれば全然2年生です、大丈夫です。はい、ありがとうございます。片岡さんお願いします。はい、私は、おすすめスポットというか、あの地理上すごくあの山の頂上みたいなところにキャンパスがあって、すごい森が豊かなので、通学に校門からキャンパスまで10分ぐらい坂道を上がるんですけど、そこが本当に森で、なんかこう四季の移り変わりだったりとかすごく感じますね。変なんか聞いたことない鳥の鳴き声とか見たことない動物とかがいたり。それも聞く限りだとすごい田舎のイメージなんですけど、大丈夫ですかそれで。そう、田舎というのは分からないんですけどキャンパスはすごく田舎。じゃあ、いやいや坂道を登るというよりも景色を見てまったり気分よく一元の日とかはもう景色はもうと思って、駆け上がる駆け上がるんですけど、帰りとかはもうゆったりと帰ってますね。下り坂ですね。はい、なんです。そしたらのどかでいいですか、ね、緑と自然がたくさんある。うん、はい、いいですね。いっぱいありますね。ありがとうございます。では池田さん、はい、お願いします。そうですね、先ほどの島づてと、あとはカフェテリアがありまして、あの手作りのケーキとかクッキーとかを販売してるんですけど、おしゃれですね。でもそこで先生方もお茶会とかしてるので、こう空き時間に行くとお会いできて、そこで先生も一緒に飲みましょうみたいなことができる。イメージができないですね。飲みましょうっていうテンションを私まだ未だ2年間感じたことないです。僕も3年生になりますけど、ないですかね。ゼミの先生でさすがにちょっと声かけられるかぐらいですもんね。あ、いや本当に、いや、そうですよ。そんなにアットホームな感じはないですね、やっぱり。一学科60人で、多くて120人なので、割と仲良しなので。そこがまず全然違いますね。手作りケーキっていうのは、その学食のおばちゃんとかが作ってくれてるっていうことで。学食とは別のところにあって、多分先生の卒業生の方とかが多分働いていらして、おそらくお母さん世代とかのもうすごい上の方なんですけど、ことも働いてて朝作ってくださってるみたいで。結構行かれますかそこに。あ、はい、空き時間とか、お弁当持ってる子が多いので、お昼もよくカフェテリアに。なるほど、すごいまったりとしたなんかなんか三軒に行くの遅れちゃいそうですよね。本当に本当にしすぎてみんなと喋れて時間忘れちゃいそうです。時間がみたいな。そういうのは多分ないんでしょうね。ないんですよ。のんびり時間もきっちりと守ってるのが精神だと
こがちょっと違いですかね。そうですね、まあ、僕たちの違いですね。そうですね、はい、では最後、河野さん。はい、では食堂の隣にテラス席があって、まあ、いちもいちで緑が多いんで、そこで優雅にみんなとご飯食べて話して、ひなと暇があればそこで日向ぼっこしてみたいな生活をしています。これもなんかのほほんとしていいですね。すごいなんか時間がのんびり流れてますよね。なんかすごい天気のいい日とかすごい気持ちよさそうです、ね、もうすごい最高ですよね。もう授業に次の時間行きたくないなって。いや行かなきゃダメです。それは行かなきゃいい。それは行かなきゃいい。そこはやっぱり気持ちいいです、ね、なるほど、はい、すごい伝わってきますね、その言葉。伝わってきます。ありがとうございます。じゃあ次は女子大に入って驚いたこと、共学とは違うなと思うことがあれば教えてください。じゃあ古川さんからお願いします。はい。すごく当たり前のことなんですけれど、やっぱり女の子多いな。そうですね。女の子しかいない。いない。そうです。古川さんは中高は共学で男の子の方が多かったので、うん、それだとすごい違いますよね。違和感ありませんでした。もうなんか、女の子しかいないここみたいな、もうそれしかなくて、そうですね、あとは、まあ、おしゃれな子がとても多くて、で、スピンで学校に来てる子がそんなにいないので、やっぱり自分も気を抜けないなみたいなのはすごいあります。なんか意外に女子だけだからスピンでとか言うのはない。そうですよね、なんか高校の女子校だと、なんか結構おっさんみたいな女子が多いっていう話を聞くんですけど、大学になるとちょっとおしとやかになるんですかね。なんかよく言われるんですけれど、SP の子とかいないのみたいな。でもまあ私の周りはそんなにいないです。はい、しっかりしているっていうのもわからないですけど。ただし一つちょっと疑問があるんですけど、女子大って女の子ばっかりじゃないですか。女の子ばっかりだと服とかかぶったりとかしないんですか。ああ、それはよく結構あるんですけど、まあ、できるだけかぶらないような服を、まあ、選んでいて。あ、やっぱりそう。そこは気を使うんですね。そこは気を使って、今日私が着ている服は、お母さんが若い頃に着ていた服なので、かぶらないですね。絶対かぶんないので、今日はすごい誰ともかぶんないぞみたいな自信はあったんですけど、すごい。はい、この間着てたスカートが、ふと前を見ると同じスカートを履いてる子がいて、あっみたいな感じになっちゃいました。そうですね、私共学ですけど、共学でも結構みんな同じワンピース着たりとか、大体似たようなブランドを買いがちになってしまうので、大学のなんていうんですか、色というか個性に合わせて服装もなんかみんなだんだん変わってくるので、そうするとかぶりやすいってなるんですけど、逆に女子大だといろんなレパートリーが分かれるっていうか、ジャンルが分かれたりとかするんですか。まあ、確かに、なんかいわゆる赤文字系雑誌と呼ばれているような雑誌の服を着ている子ももちろん、まあ、たくさんいるんですけど、まあ、例えば原宿系とか言われる雑誌の服を着ている子もいたりしますね。でもやっぱ同じような雑誌を読んでる子たちで系統は被っちゃうので、ちょいちょい あの子とあの子一緒じゃんみたいなのはあったりします。結構区別つけるのが難しそうですね。それがまたなんか一面っていう狭いところになるともう悲惨なことになりますよね。私もそれ持ってるみたいな会話が生まれそう。もう着れないってなりますね。やってしまったみたいな。ありますあります。ね、ありがとうございます。じゃあ片岡さんお願いします。はい、私は中高が女子校なんですけど、それでもやっぱり、何ですかね、入学式の時はすごく女の子いっぱいで、あ、落ち着くなって思って、割と中高と雰囲気も似てるなって思ってたんですけど、でもやっぱり何ですかね、さっき聞いたように中高の時の方が割とおじさんっぽいっていうか、男の子っぽい子も多くって、おっさん系女子系ですね。そうなんです。やっぱりなんか女子しかいないと、男子っぽい役割をしてくれる女子と女子っぽい役割をする女子に、なんか中高は半々ぐらいに分かれます。結構重い荷物を運んでくれるとかあったんですけど、なんか大学はもうみんな、なんですかね、女の子っぽい子が多いと思いましたね。みんなそこで変わるんですね。じゃあそうですね、やっぱり共学から来た女の子も結構多く入ってくるので、そういう子が可愛い、なんか女の子っぽいので、
なんかそこに多分触発されて触発されてなるほど、なんかすごい納得した感じでした多分そうですね。なるほど、ありがとうございます池田さんお願いします。そうですね、私も中学高校も女子校だったので特に驚いたこととかはなくて、逆にこう共学出身、中高が共学出身だった子と女子校出身だった子で違うところを言ったりとかして盛り上がるっていうのはあります。結構やっぱり違いますか、話してて。そうですね、こう規則が割と違いましたね。規則厳しいとか。そうですね、例えばこうペットボトルを学校に持っていくときは必ずカバーをかけなさい。カバーをかけなさい、女子校は。女子校は、そのままで持ってっちゃいけないんですね。そういうのが中高のときあったので、共学の子はそんなのないよって言ってたので。確かにそんなないですよ、言われたことはない。でも女子校ってすごい厳しいっていう。厳しかったですね。お話聞いたことあります。ありがとうございます。じゃあ河野さんお願いします。はい、私はずっと共学だったんで、大学に入ってさっき古川さんがおっしゃったように女子ばっかりにすごいびっくりしました。はい、で、なんだろうな、違うところって言ったら、私は逆にすっぴんの子とかは多かったりしますね。多い、逆に、はい、逆にそれもやっぱ女子大で違うんですね。女子大場所によるんですかね。なんか結構気抜いちゃう、気抜いちゃう気抜いちゃいますね。はい、確かに緑のポカポカしてる、なんとなく気抜いてすっぴんになってしまうっていう。すっぴんで来て学校で化粧して放課後遊びに行くみたいな子も結構いたりする。化粧すごいですね。逆に共学だとそれがちょっと難しい。そうですね、みんなもう見てるから。なんか男の子の前で化粧っていうのもなんかあれなんだ、もう食堂とかで全然大っぴらに化粧とかできないですね。それはいや、それは共学ですったらもう男子からもちょっと。そうですね、もうどうすればいいんだろう、顔変わる過程見られる。それも女子大らしさですね。ありがとうございます。さん、ありがとうございました。それではここで一旦 CM を挟んで、後半は受験勉強とサークル活動についてお聞きしたいと思います。
受験勉強と皆さんが所属しているサークルについて伺っていきたいと思います。皆さんは一般入試ではない方式で受験されたそうなのですが、お一人ずつ受験方式とどんな受験対策をなされたのかお聞きしたいと思います。まずセンター入試の片岡さんと河野さんに質問です。受験科目とセンター入試の対策を教えてください。それではまず片岡さんからお願いします。はい、私はまず受験科目はそうですね、国語と国立志望だったので国語数 2B までと英語日本史政経倫理科学をやってたんですけど、センターの対策はそれぞれの制限時間の10分以上早く解き終わるようにやっていました。それでポンジョンのセンター入試の形式がこう自分が受けた中で点数が良かった3科目を大学側が選んで採点してくれるっていう感じなので、結構そうですね、割とまんべんなくいろいろやってたかなっていう感じですかね。大変そうですね、教科数的に多いですよね。結構多かったんですけど、はい、やりくりのがやっぱり大変でしたか。はい、割とそうですね、苦手なやつばっかりやってると得意だったのが下がっちゃったりとかして。何が得意で何が苦手だったの？得意だったのは何だろう、英語と国語と数学。結構得意なの多いですね。文系と理系っていう縛りもないんですね。ないですね。そう、いろいろ好きだったんですけど。苦手なもの。苦手だったのは政経倫理は。社会科系。はい、社会科系ですね。なるほど。はい。その苦手なものをなんか克服するために頑張ったなんか。そうですね、やっぱり基礎的なものからもう一回最初から高3の夏になっても基礎的なやつをもう一回やり直したりとかして、そうやってそう苦手から普通になるようにぐらいにやってました。コツコツとやっていくことが一番、はい、身に染みてなんか、はい、ありがとうございます。河野さんお願いします。はい、私は私立の文系だったのでセンターの入試の科目は現代文と古文と日本史と英語だったんですけど、私の今いるの学部は理系の学部なんで多分数学とかでも受験できるんだとは思いますね。だからなんかセンター入試を利用するんだったら多分この私がやったその3科目以外にも多分方法はすごいいっぱいあると思います。じゃあ学校では数学を今やっていたり。はい、そうですね。1年生の時は微分積分とか本当に数学らしいことをやってて、数学らしいコンプリ数学高校でもやりますよね。でもそのちょっと踏み込んだ内容とかもやって、今はなんか情報数学っていうのでまた全然違うんですけど。結構理系ですね。理系の学部です。なんかさっきからのプログラミングとかもどっちかっていうと理系要素が多いですね。文系からすると文系だとすごい今苦労してます。ですよね。、はい、なんか全然世界が違いますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて AO 入試の、池田さんにお伺いしたいと思います。はい、どのような対策で本番を迎えたかちょっとお伺いしても、はい、よろしいですか。はい、私は小論文とあとまあ、あとエントリーシートと面接の3つが重視だったので、小論文は私国語の授業がとっても苦手だったので半年前ぐらいから一番信頼できる先生にお願いしてこう対策をしていただいて、あとは面接対策はやっぱスペイン語学科なんでって聞かれるのでちょっとスペインについて調べてみて、あとは面接の練習はこうあえて怖い先生とかちょっと苦手だなって思ってた先生にお願いして、緊張感ある感じで、緊張感そうですね、すごいちゃんと対策してますね。すごいですね。そこまで考えるんですね。しっかりしてますね。確かに気まずい先生だったらちょっとビクビクしますもんね。そうなんです。なんか仲いい先生に頼みたいくなるんですけど、 そこはそうですよね、なんか優しくなっちゃいますね。フレンドリーな感じになってしまいました、ね、実際は生前の先生とっても優しくって、うん、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあ多分ちょっと怖い先生に
見てもらっておけば、そうですね、いいですね、いいと思います。本番のイメージトレーニングも結構つながります。そうですね、うん、小論文やっぱり国語が苦手ってなると結構大変ですよね。そうですね、書きたいことがあっても多分こう序論とかがちゃんとしてないと、うん、こう成績は見られないので、多分この子はどうなのかなっていうのが多分小論文で全部詰まっちゃうので、文の組み立て方とかが見られてしまう。そうですね、何も形がないんで難しいですね。難しいですね。ありがとうございます。では続いて3月入試の古川さんに質問です。はい、3月入試と一般入試との大きな違いなどあれば、はい、お願いします。私は、国立文系志望だったんですけれども、なので一般入試がどういったものかは正直あまり知らなくて、で3月入試って一体どういったものかっていうと、センター試験で5教科7科目受けたうちの一番成績が良かったものを使って、その成績プラス実際に学校に受けに行ったその英語のテスト、普通の英語のテストじゃなくて、なんか論文を読んで自分の意見を英語で書くのと、あと日本語で書くのっていうのがあって、とてもちょっとなんか普通の受験のテストではないような感じで。英語を書くんですか？そうですね、英語で書く問題、そして日本語で書く問題ってあって、正直すごい戸惑ったんですけれども、はい、形式が全く違いますもんね、普通の入試と。そうですね。それについて対策とかなんかしました？対策はその過去問がその大学の資料を請求した時に送られてきて、一緒に同封されて送られてきたんですけれど、それでちょっとどういう問題が出るのかっていうのを下調べというか、こんな感じかっていう傾向をつかむという意味でちょっと解いてみて、でやっぱりセンター試験を使っているので、まあ、自分が何か一つ得意な教科を作っておけばいいのかなって。そこで稼げるって。稼げるので。なるほど。機会やっぱり英語っていうのは大事なんですね。そうですね。そうです。ありがとうございます。じゃあ次は試験の成功談や失敗談などがあれば教えてください。じゃあ河野さんからお願いします。はい、成功談とか失敗談とかより経験談とかなってしまうんですけど、私センター1回目の入試がセンターが1回一発目ですごい緊張してたんですけど、その年のセンターの現代文が今までのようなのと全然違くて、すごいもう全然できなかったし落ち込んじゃったんですけど、なんかそこでやっぱり気分も入れ替えて次に臨めたりしてればなとか思ったりしてたんで、やっぱ1個がダメでも次があるんで、次に向けて前向きに取り組んでいければ成功につながるんじゃないかなって思います。切り替えが大切ですよね。はい、そういうのが結構メンタルとかも響きますもんね、テストって。でも確かにそうですよね、引きずっても意味ないですからね。終わったものは終わったから次に行こうみたいな感じ。切り替えがすごいあっさりしてますけど、それがでも一番大事ですよね。大事です大事です。もう諦めないで、もう次次っていう感じで切り替えるから、それが高校生のメッセージになりますね。そうですね。じゃあ池田さんお願いします。そうですね、私は特になくて、ただこう図書館とかでスペインについて調べておいたのはとても面接の時役に立ったかなとは思います。結構スペインのことについて聞かれたりしたんですか？そうですね、こうなんかスペイン語を使われている国どこですかとか言われた時に3つぐらい挙げとけば、あ本当にこの子やりたいんだなっていうのが結構知識的な感じで聞かれるんですね。そうですね、ありがとうございます。じゃあ片岡さんお願いします。はい、私はセンター試験と国立の対策の二次対策しかほとんど受験生の時にやってなくって、なんか判定とかもポン上結構一般でいい感じだなって思ってたので、過去問ほとんど解かないで英語を資格1だけ解いて、あいけるって思って行っちゃったセンターは受かったんですけど一般落ちちゃったので、あんまりなんかその判定とかを何ですかね、過信しすぎない、ちゃんと過去問よく聞くような話ですね過去問はちゃんと解かないとダメだなって自信にはなるんですけどね、はい、上がりすぎてもちょっと自信を持ちつつもちゃんと確実に締めるところは締めないとやっぱりいいってことですね。ありがとうございます、はい、じゃあ
古川さんお願いします。はい、やっぱりその大学に入ってからしたいこと、まあ、これが勉強したいみたいなことを固めておけば多分ブレずに最後までできるんじゃないかなって思います。はい、自分に目標を立てる、うん、そうですね、しっかりと思ってやっていけばいいと思います。はい、ありがとうございます。続いては皆さんが所属しているサークルについて伺っていきたいと思います。じゃあ皆さんの所属しているサークルについて聞いていきたいと思います。じゃあ藤川さんからお願いします。はい、私は、現在東京大学の放送研究会に所属しています。でこの隣の片岡さんと一緒、はい、でもう一つバンドサークル、こちらも東大音感というバンドサークルに入っているんですが、こちらも片岡さんと一緒に2人仲いいですね一緒にやって一緒という、はい、そうなんです。サークルは、はい、入ってます。その放送研究会がどんなことをやられていますか？そうですね、放送研究会はアナウンス、ラジオ、映像と3つのパートに分かれていまして、例えばアナウンスだと学園祭で司会をしたり、あとユーストリームのこういう形の動画配信を毎月、うん、ほぼ毎月やっていて MC をアナウンスパートがして、で映像パートがそのユーストリームの配信、まあ、今こちらにいらっしゃる方のような仕事をしてくださったり、あとはドラマを作ったりもしています。はい、発表の場が1年に1回だったり、部内だったらもうちょっとあったりとかして、あとラジオにもラジオパートがいて、そこにゲストで呼んでくれたりとかして、多分いろいろアナウンス以外にもやっています、うん。はい、映像が興味ある人だったりアナウンスに興味がある人が所属していることが多いですか？そうですね、まあ、ラジオとかだとなんかフリートークの技術を高めたいみたいな人とかも結構所属していて、そうですね、毎週UTPC っていうポッドキャストで番組を配信していたりします。はい、いろんな大学の方がいらっしゃるんですか？そうですね、まあ、東大のメンバーを中心に、あとお茶大だったり、まあ、豚城本城だったりいろんな大学の人がいて、はい、いつも楽しくやってます。なんとなくこの大学が多いっていうのはあるんですね。なんとなく東大とお茶大を中心に活動しているの で、やっぱりそこでが一番多いです、ね。活動場所はもう東京大学。はい、はい、そこに行ってやるって感じです。はい、確かになんか出て慣れてる感はありますよね。慣れてないです。慣れてる感じが。いや、ちょっと慣れてない感じがある。私たち慣れてない。何パートに所属しているんですか？あ、2人とも7パートです。そこも同じなんですね仲良しですねアナウンスパートと他にラジオパート と映像パート、でも完全にもう仕事はもう分担されてると。そうですね、でもそのまあパートの垣根を越えて活動、例えば私たちがラジオに出たりドラマに出たりとかもするので、まあ、アナウンスパートは結構いろいろ表に出るような仕事が。そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。もう一つ二人とも同じだって聞いてたんですけど、うんうん、はい、そちらのお話も伺ってもいいですか？バンドサークルなんですけれど、はい、まあ、いろんな大学、本当に音楽大学に行ってる人とかも集まって、うん、まあ、いわゆるまあ本気で音楽やってます的な、うん、バンドサークルすごい熱い感じできましたねバンドサークルなんですけれど、学園祭でライブをしたり、あと夏リサイタル、うん、だったり、だいたい 1,2 ヶ月に1回ライブがあって、でフリーバンド制なのでライブごとにバンドを組み直したりとかして、やっぱり本当にいろんな人がいるので、いろんな音楽、今まで聞いたことなかったようなやつとかも。メンバーがコロコロ変わるんですか？はい、バンドメンバーがコロコロ変わりますね。結構それだと合わせるのとか大変じゃないですか？ああ、そうですね、割と最初の練習で初めましてって感じで毎回始まるので会うまでに、それが初めて、しかも月1日あるんですよね、はい、あるとするとすごい大変そうですね。うん、でもそこがやっぱり楽しかったりするので、充実してるという、はい、知り合いがすごい増えますもんね、はい、学校の垣根を
交流が広がりそうなサークルですね、うん、その毎月のバンドの披露するところと逆に学園祭とかで披露したりする時もあるんですか？そうですね、学園祭でもこのバンド組むのが結構大変で、私ボーカルやってるんですけど、ボーカルが大体この曲やりたいけどやらないみたいな感じで声をかけるんですけど、なかなか集まらないこともあって、うん、今夏合宿のためにバンドを組んでるんですけど、それもやっと2つ決まったところで、なかなか見つけるのが難しいという。見つけるのは大変なんですよ、はい、でもやってると本当楽しいし、一番びっくりするのはこの曲なんか耳で聴いて譜面がなくてもやっちゃうみたいな、そういうすごい方たちがたくさんいて、天才肌みたいな、はい、正直すっごいびっくりしました。いやっていうか、あの譜面がない曲をやろうって言われることもあるので、やらざるを得ない。楽譜ググっても楽譜がなかった。いや何回も聴いて、もう深夜まで夜な夜な聴いたりして、はい、やってますね。なんか一回なんか本当にこの曲配信もされてないんだけどどうかなみたいなの言ったことがあって、でもなんかその楽器隊の方々がみんな1回目の練習ぐらいで合わせてくれて、ありがとうございますそこまでけどありがとうございますって感じで、それ以外何も言えないみたいな、はい、ありがとうございます。片岡さん、他に何か入ってるサークルがありますか？と最近あのポンジョの方でもバンドのサークルに入りました。2つやってるんですか？とここをかぶってる2つと今年の3つ目で。3つ目、はい、多いですね。バンド大好きです、はい、じゃあ根性のサークルってことはもうそれはメンバーみんなさん根性で、はい、メンバーみんな根性 で、ね、女の子のバンド、はい、やっぱり好みとかがこっちのかぶってる方とあんまり違くって、女の子しかいないってなると、なんだろう、結構なんですかね、あ、楽しいです。ちょっとバンドの色も変わってきたりするんですか？はい、やっぱり女性ボーカルなので基本的に、そこがまた違っていいですね。それは披露する場は学園祭とかですか？はい、学園祭だったり、やっぱりこっちも2ヶ月に1回ぐらいライブがあるので、うん、じゃ結構片岡さんお忙しいんじゃないですか？そうですよ、はい、だいたい部員数などどれぐらい？部員数は多分1年から4年までで60人ぐらいですかね。規模大きいですね。はい、1学科ぐらいいます、うん、ちなみに何のパートをやってるんですか？私はキーボードをやってます。それ3歳からそうですよね、ピアノやってますもんね、それはもうキーボードですよ。そうです、そこしか行かないですよね。ありがとうございます。池田さん、お願いします。はい、私は1年間だけフラメンコ部に所属してまして、ちょっとそれは忙しくてやめてで4年間続けてやってるのが、あの女子大生サークルのフィメイルっていう名前なんですけども、名前だけ聞くと何をやってるんだろう。そうなんですよね。そう、メディア系に割と特化していまして、例えば、フリーペーパーの編集でしたりとか、あとはこう撮影とかファッションショーに出たりですとか、あとはブログなどを通してこう情報発信をしたりとかをやってるサークルですね。女子大生サークルっていうことは男子禁制みたいな感じなんですか？そうですね、別に女子大出身じゃなくてもいいんですけど、女の子だけで。なるほど、じゃあ僕は入れないですね。そうですねごめんなさい入りたかったかもしれない。いやー、惜しいもんですね。ありがとうございます。じゃあ最後、河野さん、なんか特に入るものは入ってなくて、はい、入ってなくても大学生活は全然楽しめると。友達とじゃあいつも喋るような感じで。そうですね、結構なんか女子大っていうとインカレサークルに入るっていうイメージが多くて、なんかいろいろ見に行ったんですけどあんましっくりくるのなくて結構友達にもそういう子いたりするんで、そういうことを楽しく。それもそれで自分の時間で使えるからいいかもしれないですね。そうですね、ありがとうございます。ではバイトやその他の活動などちょっといろいろとお伺いしたいんですが、じゃあまず池田さん、はい、お願いします。私は
お稽古ごとと、あとはアルバイトは一つイベントスタッフをやっています。イベントスタッフ結構大変ですか？そうですね、こうテレビ局関係のアルバイトなので、まあ別に毎日とかじゃないんですけど、こう夏休みとか長期休暇になると割とアルバイトに徹してやってます。結構忙しそうですね、そういうの。そうですね、お休みの時になると急に忙しくなりますね。せっかくのお休みなのに。そうなんですけど、大変ですね。でも楽しいので。職場の雰囲気がすごいいい。あ、とってもこう毎年何人入って300人ぐらい多分入ってきてて、すごいですね。300人も入ってくるんですか？そうなんですよね。でもこうみんな新しく入ってきた子に対してもみんな優しいので、すぐ馴染んでくれるし楽しいです。すごい良さそうな作品ですね。ありがとうございます。いや、古川さんの方は、はい、もし。そうですね、ちょっと前まで塾の講師をしてたんですが、髪の毛に対してすごい厳しくて、黒にしなさい。それがずっと嫌だ。したくなかった。それが私にはうんって感じで、ちょっと半年くらいで辞めちゃって、で今度8月からカフェでバイトを始めます。おお、全然またジャンルが違いますね。はい。このカフェは大丈夫なんですか？髪の毛は大丈夫で、爪だけやっぱ飲食なので、ダメみたいな感じなんですけど。新規一点頑張るという感じ。はい。ありがとうございます。はい、と私は2年生になってからずっとやってなかったんですけど、暑い日の面接に行ってカフェのバイトに受かりました。おそいともまたここでカフェが揃ってすごいですね。同じ場所ではない。多分一緒だったらびっくりしました。そうですね、何もかも一緒。すごい、これからが楽しみですね。これから頑張ってください。ありがとうございます。では、近藤さん。はい、私は去年の6月ぐらいからベルギービールの専門店で、ちょっと夜になるとバーみたいな雰囲気で、お昼はカフェみたいなところでやってるんですけど、そのベルギービールを専門にしてるところからよく外人の方もいらっしゃって、なんでそのお客さんともコミュニケーションとか取れたりして、なんかいろんなお話もできたりして、すごい楽しい雰囲気でやってますね。すごいおしゃれな感じですね。場所はすごい場所は実際に英語とかで喋るんですか？はい、英語で喋りかけてくる、はい、そのまま英語で帰る、はい、じゃ英語ペラペラになりそうですね。そうですね、なんか皆さんバイトもすごいおしゃれで充実してる感じですね。全てがすごい上品な感じで、な女子大だからっていうわけではないです。たまたまですかね。たまたまですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に今後の展望とこれから受験を控えている高校生にメッセージをお願いします。では古川さんからお願いします。はい、今もうすぐ夏休みということで、まあ、遊びたい気持ちはたくさんあると思うんですけど、まあ、高3の夏休みよりも大学1年生の夏休みの方が絶対楽しいので、この夏を乗り切ってぜひ、まあ、受験に合格して、まあ、大学生活を楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。片岡さんお願いします。はい、そうですね、やっぱりこれから夏休みなので、本当になんか夏休みって一日中学校もなくって、本当になんか家にいるとダラダラしちゃう気がするので、やっぱり外に出て行って図書館だったりでも全然いいので、いっぱい勉強をして、あと過去問はちゃんと解くのがいいと思いました。経験談ですね。経験談で。ありがとうございます。はい、池田さんお願いします。はい、一般入試のことは分かんないんですけど、英語入試とかあと面接を控えてる方はこうやっぱり笑顔も大切だと思うので、こう夏休みもちょっとお出かけとかして毎日ニコニコ過ごして、あとは一生懸命頑張れば大丈夫だと思うので頑張ってください。ありがとうございます。近藤さん最後にお願いします。はい、これから夏休みに入ってまだ先は長いと思うんですけど、やっぱり大学生ってすごい本当楽しくて、
高校生より制限もなくなるし、自分のやりたいこともすごいできると思うんで、本当に今頑張って素敵な大学生活を送ってほしいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは東京女子大学古川美咲さん、日本女子大学片岡希林さん、精神女子大学池田恵里子さん、大妻女子大学川野沙穂さんでした。ということで大学以上、大学 .tv ユーストリームチャンネル、お別れの時間が近づいてまいりました。次回の放送予定は7月18日、21時からとなっております。皆さん楽しみにしていてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。さようなら。